ちらショコラです。今日はですね、以前動画でアップしてるんですけれども、その古着のですね、まあ初級編というかですね、まあ古着をこれからこう買っていきたいんだけれども、まあ何から買ったらいいんだろう、まあ、どういうアイテムが古着として、素晴らしいんだろうみたいな時に、まあこのアイテムを買ったら、とりあえず間違いないんじゃないっていう、まあ初級編としてですね、まあ買い出しとしてはここら辺からスタートしていくのがいいんじゃないっていう、まあ個人的な、あくまで個人的なおすすめを、紹介させてもらったんですけれども、今日はですね、その中級編というかですね、まあいろいろまあ一通りそのデニムだなんだ、この間それこそ紹介したようなものを一通り揃えてみたけれども、その先に、まあもうその先の何もね、そこまで行っちゃうともう大前提から覆しますけど、もうそのあたり一通り揃ってきたら、もうそれだけ買った店があったりとかね、そこで店員さんと長くなったりとかいろいろあるし、自分も多分調べているのはずなので、その頃にはですね、もうあれも欲しいこれも欲しい、あ次はこれ欲しいあれ欲しいっていうのが、まあ、あるはずなので、一通り揃えた上ではい行き詰まったみたいなことはないと思うんですよ。まあ、行き詰まるとかそういう問題でもないですしね、ただとはいえですね、逆にまあこの動画から見る人もいるわけで、初級編というか、そこのなんかそのなんだろうな、よく分からずいろいろ買ってるけど、なんかでも一通りあるけど、まあ、この先何がいいんだろうみたいなこともあるかもしれないんで、まあ、何かの参考になればなと思ってですね、一応中級編というかですね、まあ、そこからの初級の発展系ですね、その後にどういうのが続いていったらいいのかなっていうのを、まあ、個人的にちょっと考えてみたので、それを紹介したいなと思います。はい、で前回も言いましたけれども、これは正解でも何でもなくてですね、あくまで自分が個人的に古着好きな自分が、まあ、これまで通ってきた、道をこう鑑みて、まあこういうアイテムが古着として、古着って言っても、まあ、言ってもヴィンテージ古着って言っても結構ピンキリだし、いろいろありますし、まあ、ただそれは個人的な趣味嗜好がとても多いので、ある人にとっちゃ最高のヴィンテージが、ある人にとっちゃ別にボロクズだっていうことも全然あり得る世界なので、何とも言えないんですが、ただまあ広く一般的にヴィンテージ好きな人から、まあでもこれってもう王道だよね、これってみんなが絶対好きだよね、一度は買ったよね、そして結構結局なんだかんだこの定番は大体ワードローブに残ったよねっていうようなものを、できたら紹介していきたいなと思っていて、そこら辺はポイントに、紹介していってます。なのであくまでその好きな分母が多いものを紹介してるだけなので、人によってはハマんない人ももちろんいますし、全然そこは、すいませんという感じですけれども、はい、まあ、ただ何かのね、参考になればと思います。あともう一個先に、もう一個だけ言わせてもらうとですね、意外とその古着に関して言うと、最短を突っ切ったからって何っていうところがちょっとあります。なんか本当に、それこそ今紹介するような、これも本当本末転倒の話ですけど、今紹介してるアイテムを全部揃えたり、それよりさらに王道の、もうちょっとそこに、なんだろうな、もういわゆる堂々のやつをバーンって買って完成かっていうと全然そんなわけじゃなくって、本当に古着っていろんなものがあって、いろんな年代のいろんな種類のいろんなパターンのものが、もう本当びっくりするようなものが出てきたりするんで、そういうのをね、その自分に似合うかどうかとか別にして、そのアイテムとして好きになるかどうかも別として、珍しいだけで買ったものとかね、正直これも飾るだけでいいやと思って買ったものとかも多分あるはずなんですよね。でそれがそういう寄り道がこそが古着の醍醐味だったりもするので、今紹介しているような王道だけ買えばそれでこうコンプリートというかね、古着欲が満足するかっていうと、もういわゆるそんなことは全くないような気もして、まあ、そう考えるとちょっと人生にも似てるのかなっていう気はしますね。はい、大きな話で言っちゃうんですけど、なので、意外にね、紹介している最短を逆に避けて、ね、もうそんなの逆にもう王道だから買わねえよっつって、もう俺は俺の古着堂行くんじゃいって言って、もう全然珍しいアイテムばっかり買うっていうのも全然あると思いますし、意外にそっちの方がもう自分その人なりの正解かもしれないし、本当にそこは、なんだろうな、まあ離日するのも正解かもしれないし、最短行くのも正解かもしれないし、もう何が正解かわかんないっていうことですね。はい、そこだけは本当に、強く言っておきたいところです。はい、じゃあ、早速本題に入りたいと思います。前回ですね、おさらいなんですけれども、一応ですね、王道アイテムとして、デニム、ミリタリー、スウェット、ワーク、レザージャケット、スニーカー、ブーツ、という形でですね、一通りのジャンルごとの、まあ、王道を、紹介したんですけれども、今日はそこからのちょっと発展系という形でですね、紹介できればと思っております。例えばですね、まずこちら、この間、まず入門であれば、ちょっと WX はさすがにちょっと高すぎてくじけそうで、まあ手軽に
変えるんだったらとりあえずビッグイか、まあ、もちろんビッグイもピンキリありますからね、あの高いものほど何十万しますからあれですけど、まあ、とりあえずダブル X よりかはビッグイ、ダメージがあったり、なんだリペアがあってもいいから、もうそこら辺行くんだったらまずビッグイ、もしくは66シングルあたりからいいんじゃないかっていう、話をしたんですけども、まあ、これが初級であるならばですね、やはり次もうビッグイを手に入れた上で、じゃあ次に目指すところといえばやっぱり結局のところやっぱりこのリーバイスのダブル X ですね。はい、ダブル X です。ここのもう古着のもうあれですね、王道にして頂点というか、もう最強にして、なんでしょう、思考的なというか、もうなんていうんですか、とにかく、はい、王道であり最高、最強みたいなところですね。ダブル X ですね、定番であり、はい、ここをですね、もうビッグイとか66シングルとか、赤耳だとか、それこそ66の後期のやつとかですね、ダブルのやつとかいろいろこう買った上で、やっぱりどこかさらに上に行きたいって思えばですね、ここら辺行ったらいいんじゃないかなと思います。まあ上級編やる予定は特にないんですけど、自分が別に上級だと思ってないのでもうこれ以上は分かんないんですけど、ダブル X ですね。ダブル X も本当に言ってピンキリありますので、リペアが多くてとかダメージが多くてサイズが2段があってとか、まあいろいろリペアなんかうんぬんあって、結局その安いっていうものもありますので、必ずしもそんな50万100万するものばっかりでももちろんないですし、まあ、50万100万クラスだったら本当にデッドクラスだったりとかね、いろいろあれだと思いますんで、結構色落ちしてたらね、本当10万前後で、まあ、20万前後とかで買えるものももちろんありますので、そこら辺はまあ、いろいろお店見たりいろいろ調べたらいいと思います。ただダブル X はとにかく間違いはないと思いますので、一回手に入れてみたらいいんじゃないかなと思います。はい、次はですね、ミリタリーですね。前回ですね、こちらの M65、まあ、これがすごく王道で、完成されたジャケットじゃないかなと個人的には思ってますので、この M65 はですね、まあ、無難に、本当無難に着れるというか、何にでも合わせやすいですし、M65 着たら結構ミリタリーの皆さんに気づいてもらえるんじゃないかなっていう意味で入門編で、まあ、紹介したんですけれども、ミリタリーもですね大好きなんですけども、奥がものすごく深くてですね、もう本当にいろんなね、もういわゆる MA1 とかさ、あと何ですか、もうレザージャケットももちろんね、A2 とかもあれもミリタリーですし、下で言えばチノパンとかも、ミリタリーだったりとか、もうミリタリーっていうとにかくいろいろな種類があるので何とも言えないんですが、まあここからの派生っていう意味で言えばですね、結構おすすめとしてはこのジャングルファティーブですね、ベトナム戦争の時に使われたジャケットかな、はい、ここなんかも、M65 の感じの派生で言うとちょっと面白いんじゃないかなと思います。ちょっとこれはまあ切れるんで着ちゃいますけど、はい、これともまた違ったね、ちょっとこっちの方が薄手だし、なんだか着る時期的にもちょっとね、変えて楽しめますし、なんかディテールもねまたちょっと違います。同じく4ポケなんですけども、またちょっとね、シルエットも違いますし、結構ね、いいんじゃないかなと思います。で、これも、前回の M65 でもちょっと言いましたが、まあ、ファースト、セカンド、サード、4番目みたいにあるんですけど、これもですね、ファースト、セカンド、サードみたいな感じで、時期によって違くてですね、これは M65 と同じくファーストを自分は探してですね、購入しました。このボタンがですね、このフラップの前に出てきてるんですけど、セカンドタイプになるともう隠れちゃうんですね。このボタンを内側にもう1枚あって、そっちでボタン止めて、中で止めて、もう表側はもうこのフラップがある状態でボタンが見えてないっていうのが、まあ、セカンド以降のタイプなんですけども、ここら辺もね、なんかやっぱり、セカンドとかサード買ったらやっぱりファーストが欲しいなってなっていくっていう、まあ、古着のなんかよくある感じなんですけど、まあ、それを探して買ったっていう感じですね。なんで結構ですね、アイテムによってもその年代とかいろいろあるので、サイズだったりダメージの具合だったり状態によってはこうなかなか見つかるまで時間がかかったりっていうのもあるんですけど、そこもまた一つのね、古着の楽しいところじゃないかなと思います。なのでまあ一回ハマりだしたらそこら辺でこうバンバンハマっていくんじゃないかなと思いますね。はい、で前回ですね、ワークのところを、まあ、デニムのジージャンにしたんですけども、まあ中級編なのでちょっとワークはワークでもう一個ちょっとジージャンじゃなく出そうかなと思ってですね、ちょっと今これコーデ的に合うか全く思ってないんですけど、まあ、一応着るだけ着るっていう意味で言うとですね、これブラウンズビーチジャケット、ジャケットじゃない、これはベストだ、ブラウンズビーチのベストですね。これもですね、ワークのですね、まあ、いわゆる古着でいうと結構定番な、
昔はねすごい安くてなんかもうあの倉庫にすごい売れなくて溜まってたっていうのを聞いたことあるんですけど、もうある時を境に、それこそ10年前ぐらいかな、ある時を境にあのすごく古着でドカーンと人気が出てですね、そこから急に3万4万5万みたいな感じでパパパッと値段が上がっていった、あ、面白いアイテムなんですけども、これは昔ヴィンテージも持ってましたが、ヴィンテージの形があまりにもちょっとですね使いづらすぎてですね、ちょっと手放してしまったんですね。でそれで今これはあれですね、フェロさんが作ってる、復刻、実名復刻のやつのブランズビーチのベストですね。これはすごい現代っぽく着れるようにすごく、使い直してくれてるんで着やすいです。まあこれもちろん、ヴィンテージで行くもよしで、その使いづらいサイズをなんとか古着で他の古着とうまいことや着るっていうのもすごく楽しいと思いますし、それも一つの古着の醍醐味なのでね、それでヴィンテージにこだわるもよし、まあここはただ着やすいベストとして着たいから復刻で形いいやつにしようっていうのもありだと思いますし、そこはまあまあどっちを両方買って両方使い、それぞれで使うっていうのもありだし、着比べてみてどっちか、俺はこっちが好きっていうのを選ぶのもよし、まあ、俺なんか結局どっちも所有してみて、まあ、俺はこっちの方がやっぱり合ってるってことで復刻を残してますけど、全然逆の人もいればっていうこともあるので、この辺もねいろいろ自分なりにこうやってみたらいいんじゃないかなと思います。あと次がですね、そういう意味で言うとそのGジャンがちょっと浮いちゃったのでまたGジャンの説明なんですが、この間本当は70505のビッグEを説明したいいんじゃないのって押しましたが、自分がそれを持ってないっていうか、70505は前持ってたんですけど、それもまあ手放しちゃっていて、今、507の WX が欲しいなとは思ってるんですけど、それがまだ自分のマイサイズのいいコンディションのやつが見つかってないんで買えてないって状態なんですね。で、まあ、これが、その代わりで紹介したセカンドなんですけれども、なんで実際そこからの、中級編っていう意味で言えばここら辺のそれこそ本当、セカンドのあたりに行ってもいいのかなと思います。70505でビンテージ G じゃいいなと思ったら、次はじゃあいよいよセカンドとか行ってもいいのかなと思いました。そしてさらにですね、ファーストという選択肢ももちろんありますので、こちらはですねディバイスの 506WX ですね、あの507のいわゆるセカンドって言ってた今見せたもののさらに古いやつですね。こちらの506の WX の、方に行くのももちろんありだと思います。ただここら辺も結局色落ちだとか年代だとかディテールによってですね、結構何十万っていう値段がついてくるので、なかなか中級から上級に入ってくるんじゃないかなとは思うんですけれども、好きだったり憧れであればいつか手に入れてもいいんじゃないかなと思います。まあ、あとこの辺りは復刻も全然出てますんで、それこそウェアハウスさんとかね結構かなり作りのいい、やつが出てますんで、まずはそっちで一回やってみ着てみて、あパジージャン好きだわとかなれば、いずれオリジナル太郎みたいなのとかねもありだなと思いますけれども、はい。あとですね、最初に言ったこのリーバイスの、ビッグイだとかダブル X だとかっていう話とこっちのGジャンの話も出たんで一緒に言っておくと、まあ中級編でその、単にその年代が古い方に行くっていうのもありなんですけど、ちょっとねブランド変えてみるっていうのもありかなと思っていて、例えば、リーですね、リーバイスを、一旦最初に王道なんで、まあ、履いてみたけれども、意外にリーバイスがそんなにハマんなかったなっていう方はね、例えばリーに行ってみるっていうのも一つの手なので、リーもあのラングラー、リー、リーバイスあたりは本当にあの時代をもう作り上げたデニムのね王道の、3社っていう感じなので、他にももちろんストア系だったりいろいろもうちょっと他のデニムのメーカーもありますけれども、まあいわゆる一般的にパッと言われて思いつくって言えばやっぱりラングラー、リー、リーバイスあたりだと思いますので、リーに関してはそのまた形がちょっと違ったり、あとあのですね、理由なき犯行とかで、ね、ジェームス・ディーンが履いていた形とかもあれリーだったりしますし、あとはですね、カウボーイとかね、そういうモデルがちょっとリーバイスとは違うようなシルエットだったり、形があったりするので、意外にリーバイスのデニムはハマんないけどリーめちゃくちゃハマったっていう人ももちろんいるだろうし、意外に俺は全然リーバイスなんかよりリーの方が好きだよっていう人ももちろんいるぐらいなので、リーバイスにはまらないからといってヴィンテージデニム全否定ではなく、意外とその中級編でねリーバイスの次にリーに行ってみても面白いんじゃないかなと思います。上もねGジャンの方もリーもありますんで、J100 とかも、J100?101? あれどっちだっけな、ちょっと品番忘れちゃいましたけど、デニムのね
あのストームライダーとかもありますしね、リーの、はい、そっちの方に、行ってみるのも面白いと思います。また形も違うし、ね、色落ちの感じも全然違うので、それはそれでまた楽しめるんじゃないかなと思います。はい、でデザイン、ね、次はセットか、セットですね。スウェットがですね、前回こちらのですね、60年代のチャンピオンのランタグの、スウェットの紹介をしたんですけれども、まあ、例えばここから派生する中級編っていう意味で言うとですね、さらにこう年代を掘り下げて、深くしてみたらどうかなと思います。でこれはさすがに俺もちょっと高くて持ってないんですけども、後付けのパーカーの、これはウエハースさんの復刻にはなるんですけれども、まあ、ここら辺ね、もし、いけるんだったら、まあ、ヴィンテージでね、ぜひっていう。俺もあれなんです、スウェットにハマったのが本当に結構最近なので、あれなんですよね、その昔から好きだったら多分後付けのヴィンテージを持っててもおかしくないと思うんですけども、本当去年ぐらいからスウェットにハマりだしたので、まだね、その現物というかそのヴィンテージは持ってないんですけども、ウエハースさんのこの、復刻で後付けのパーカーを持ってるって感じですね。これもね、ヴィンテージで出てくるとツートンカラーだったり、状態がそんなに良くなくても10万からしたりとか、まあ、20万ぐらいしたりもするので、本当に結構高いなっていう。スウェットで結構ダメージがあっても10万20万ぐらい結構したりするので、なかなかちょっと手は出しづらいところではあるんですけれども、まあそうですね、本当に状態も良くて雰囲気のいいスウェットが手頃にあれば全然行きたいなとは思ってますけれども、っていう形なので、まあこれの王道のね、チャンピオンの、ここら辺の3、4万ぐらいで買えるスウェットを、まあ一通りというかちょっと何枚か買ったり、あともう一個ですね、体操着で使ってたリバースリーブですね。リバースリーブとかも多分本当に安ければ5000円とか5000円以下で買えたりもするんで、そこら辺はもう、手に入ったよ、じゃあ次はって言ったら、ちょっとこのね1930年代とかね、40年代くらいの、まあ、50年代とかもありますけど、後付けのフード付きのパーカーとかね、そうするとまたフードがあるなしでちょっと違いますし、後付けになるとまたちょっと可愛くなってっていうかね、ちょっとまた雰囲気も違うので、ここら辺行ってみたら、ちょっと中級的には面白いんじゃないかなと思います。はい、で、あとレザーですね、前回ですね、リアルノコネさんの70年代のやつは、まあ、あれは一応例えで、お見せしたんですけれども、なんですが、レザージャケットに関してはですね、別にあれがいいよっていうわけじゃなくて、あれはただ日本で見せただけなので、実際ね、本当に好きな、レザージャケット何かはもうわからないので、そこは A2 なのかもしれないし、ダブルなのかもしれない、シングルなのかもしれない、着系なのかもしれない、まあ、何が一番最初にこうドンピシャハマるかわからないし、おすすめって言っても本当にここばっかりはね、本当は本当に好みなので、シングル好きな人もいればダブル好きな人もいますしっていう感じなので、難しいので何ともちょっと紹介はできないんですけれども、何かまあ例えばですね、シングルをもしもその一番最初に買ったんだったら、次は例えばダブルに行ってみるとか、あと黒を買ったんであれば2着目はちょっとブラウンで経年変化も楽しめるブラウン行くとか、まあ、逆もありですね、ブラウン買ってたら次は王道の黒を買ってみるとか、まあ、あとは黒もあって茶もあれば次はちょっと赤行ってみようとか、グリーン行ってみよう、青行ってみようみたいなのとか、結構ね、いろいろ A2 買ったんで次 A1 行ってみようとか G1 行ってみようとか、逆にその全然違うスポーツ系行ってみよう、バイカー系行ってみよう、そのミリタリー行ってみようっていう、もう本当レザーもいろいろ幅が広いので、まあ、同じメーカーで違う方は行くもよし、全然違うブランドで、買い揃えて、買い比べてみるもよし、もう本当にいろいろありますので、ね、で今見せたのはこれはルイスレザーですね、はい、なんでまあアメリカ行ったんで次ヨーロッパ行くもよしだし、逆に、新品で買ったんで次ヴィンテージ買ってみるもよしだしみたいな感じでね、結構いろんな、そこからの分岐で道がいっぱいあるので、全然いいと思います。もうで逆に言うと、前回黒のダブルのライダースを買ったけれども、2着目も同じく黒の、ダブルでちょっと革が違うとか、ぐらいも全然ありだと思います。結局のところもう革が違ったり、色がちょっと違ったりブランドが違いさえすればもう違う違う服と俺は思うので、そこはね、全然いいと思います。もう人から見、他人が見たら何が違うねんみたいな、それも同じジャケットやんけって思われるかもしれないけど、本人的にはいやもう全然違うんで、こっちはシープであっちはホースだからみたいな、
もうなんか全然質感違うし、全然違うんだよ、経年も違うしっていう、まあ、そこはちょっと服好きにしか分かんないこだわりの部分だと思いますけれども、まあまあまあそこら辺をねこう詰めていったら面白いんじゃないかなと思います。はい、であとブーツか、あのスニーカーは、この間はこれですね、コンバース紹介しましたが、これはまああの前も言った通りナイキに行ってみるとか、もしくはこれのチャックテイラーとかもっと古くて、古いもので高いものに行ってみるとかっていうのも面白いかなと思います。はい、あと、ブーツの方ですね、前回はこのレッドウィングのこれとあのスウェードの方も紹介したんですけれども、まあレッドウィングの後次、まあ、中級で行くって言ったら例えばウエスコのボスとかね、ホワイツに行ってみるとか、まあもうちょっと値段帯も高い、あと、ブーツではないんですけど、ブーツではないというか、ワークブーツではないんですけども、例えばオールデン行ってみるとかね、あの革靴の、ちょっといいやつ行ってみるとか、そういうのもちょっといいんじゃないかなと思います。これはですね、ホワイツですね、セミドレス、ホワイツのセミドレスです。で、まあ、前回はエンジニアだったんで、今回はこの紐のね、シューの方のブーツに行ってみるっていう感じでですね、ちょっと、違うやつをやってみると面白いと思います。で、それをやると、あ、俺って紐めんどくさいから嫌いだなとかやっぱ分かってくるんですよね。はい、あのエンジニアみたいにスポッて入る方が好きとか、あと逆に紐の方が、こう好きっていう人ももちろんいるだろうし、そういうのはやっぱりね、寄り道したりっていうか、その買ってみないと分かんない部分がすごくあるので、そこはね、好きなんだったらこうビビらずこういろいろトライアンドエラーの繰り返しだと思ってますんで、もうバン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 ね、こう買って、あ、違うな、あ、俺これ好きだって、好きだと思ったらそこを突き詰めていくのもありだと思います。本当、今はその初級中級くらいの話なので、もうこれって決め打ちしちゃうと、まあ世界が広がらないのもったいないからっていう意味合いがあって、いろいろディバイスだけじゃなくてリーとかラブレって見てたらって言ってますけど、そのうち一通りこうストア系も行った、ディバイスも行った、ウェアハウス、ああですね、そういろいろ行った、ここも行ったってやってきたら、だんだん自分の趣味思考が自分自身に分かってくるんで、そしたらですね、もう俺はこのブランド嫌いとか、このブランドはあんまり好みじゃないとか、このブランドはめちゃくちゃ俺のドンピシャだなとか、そこら辺が分かってくるんで、そうしたらもうそこの、自分の好きな部分をどん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 掘り下げていく、そこを集めていくみたいなのが、いいんじゃないかなとは思います。はい、まあ、あくまでこれも個人的なおすすめというかね、一つの提案というくらいなので、何か参考になればなと思います。はい、というわけで今日もですね、駆け足でバーッと中級編というか、まあその初級編で、人で買ったはいいけれども、その次どう進めていったらいいんだろうとか、どういう発展系があるんだろうっていうのをちょっとまあサポートできればなという感じの、動画でございました。まあちょっとさっきも言いましたけど、上級編っていうのは特に考えてないので、まあさらにやるとしたら、ここからさらに派生した、まあ、あんまりこの王道じゃないけれども、こんな古着もあるよみたいなやつを、もしまあやるんだったらそちらをお見せできればなと思います。まあ、本当にもうめちゃくちゃある中で、今ものすごい細かい部分しか説明できてないので、超王道というか、もう王道でさえまだもっと王道あるのに、そこも外れてるというか紹介しきれてない部分ももちろんあるので、これが全てではないということだけはまたね、何度も説明してますけども、踏まえておいてください。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。これに、ね、関連動画出てますし、ここにチャンネル登録のボタンありますので、ここぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。